お元気ですか、僕趣味です。今日はエポックプレミアム2022東京ヤクルトスワローズプレミアエディションベースボールカードの開封動画となっております。で、今年がね、まだクライマックスでね、阪神タイガースとね、戦いますけどね、ね、またね、まあ、私はあのファイターズファンなのでね、なんとも言いませんけどね、どっちもね、頑張ってほしいなと思っております。で、こちらもですね、ワンパックね、カード6枚にね、ワンボックス6パックとなっております。で、早速ね、この6パックをね、開けたいと思います。まずはね、こちら一袋目、開けたいと思います。こちらはね、小森幸太郎、内野手でございます。これね。で、原樹里投手。サンタナ外野手。今野投手。で、これでメタルパワー出ましたね。山田テスト、内野手のね、これはメタルパワーでございます。こちらはシリアルはね、ついてないですね、これね。はい。で、青木宣親外野手です。2袋目でございます。で、ヤクルトスワローズのマスコット、つば九郎くんでございます。宮本武史内野手。で、石山大志投手。で、こちらですね、OB 出ましたね。池山貴弘元、ね、選手でございます。内野手のね、カードでございます。キラキラ模様でございます。まあ、カード出すにもね、ヘッドと言います。で、これメタルパワーでございます。こちらですね。滝山選手ですかね。ね、メタルパワーのこれ銀でございます。ちょっとね、移動します。で、坂口智坂外野手でございます。3袋目でございます。山下光投手です。高梨宏俊投手でございます。元ファイターズでございます。サイスリード投手です。高橋奎二投手です。で、こちら、塩見康隆外野手の、で、金箔サインカードでございます。で、山田哲人内野手でございます。で、4袋目でございます。川端慎吾内野手です。高津慎吾監督です。小川康弘投手です。で、こちらね、池山貴弘元選手内野手ね。こちらがね、通常版でございます。で、青木宣親選手のこちらね、タイムを、これは、英語わかんないんでごめんなさいね。こちらはね、カードでございます。こちらがね、CR、サイン付きの CR ナンバー付きでございます。50分の37でございます。で、柴田大地投手でございます。5袋目でございます。原樹里投手、サンタナ外野手で、今野投手で、田口投手で、直筆サインカードでございまして、こちら田口投手ですかね、
直筆サインカードでございます。元ね、ジャイアンツでもありました。こちらね、50分の35でございます。あ、ごめんなさい、59分の36ですね。失礼いたしました。で、奥川康信投手でございます。ちょっとごめんなさいね、ちょっと移動します。残りね、この6袋目、ね、開けたいと思います。渡辺大輝外野手、西浦直道、内野手、丸山和也外野手で、伊藤智仁投手で、メタルパワーのこちら、これホロハクでしょうかね、こちら中村雄平捕手のですね、メタルパワーでございます。こちらがね、白菜、白菜じゃなくて CR ナンバー付きでございまして、25分の17となっております。でこちらでございます。で、最後はスコット・マクガフ、投手でございます。以上で、エポックプレミアム2022東京ヤクルトスワローズプレミアエディションベースボールカードの開封動画となっています。で、こちらですね、田口投手の直筆サインカードでございます。ちょっと揺れましたね、失礼しました。絶対これジャイアンツ時代だったらね、ジャイアンツの方はね、なかなか直筆サインカードはね出ないのでね、これなかなかねいい直筆サインカードではないかと思っております。で、14日の方も、可能であればね、何らかの形で開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。